嬉しいね。とてもキラキラしてて眩しいね。眩しいね。すごい。はい。
静岡専門デザイン学校の後藤さん、本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでは次の曲に行きたいと思います。イエーイ。次の曲は門出追川と言ったらこの2曲、門出エールとチャカナのチャチャチャ、2曲続けてどうぞ。ドラキの日
とうございます。ありがとうございました。では続いてはメンバー紹介をしていきます。あちらから。はい、アイラのラブラブミー。わー、笑顔では年中無休、二十歳のアイラです。よろしくお願いします。アイラ。はい、桃色桜色サラサ色。おしゃれが大好き、今時ガーリーなサラサです。よろしくお願いします。サラサ。はい、みんなのハートにズッキュン。魚の甘えん坊、二十歳のあやねです。お願いします。あやね。はい、みゆのみ。みんなのことをゆう。誘惑しちゃいます。ゆう。生まれ変わったらあなたのお姫様になりたい、みゆです。よろしくお願いします。みゆ。はい、カメさんみたいに夫ミニー。のみミニー。キシーの漫画少女、高校3年生のリンです。よろしくお願いします。リン。はい、いつも元気まりまりニコニコスマイル、みんなのお日様。はい、19歳アイリです。よろしくお願いします。アイリ。はい、ご存知の方手拍子一緒にお願いします。一斉ので、笑顔で明るく元気よく、田舎で生まれたおてんば娘です。よろしくお願いします。スヤキ。はい、ありがとうございます。ここ門出大井川では、うん、現在金谷ときめきマルシェが開催されています。イエーイ。と後ろの方にたくさん魅力的なお店がたくさんあるので、うんね、すごいね。ライブが終わった後は皆さんぜひ行ってみて楽しんでください。行ってみてね。そして門出大井川では1周年感謝祭としてガラポン大抽選会をやってるんだよね。なんかこれモカちゃんみたいで可愛いね。可愛い。はい、ガラポン抽選会は11月28日日曜日までカフェ棟の方でやっています。あちらだね。こちらでやっています。詳しくはポスターやチラシなどを見てくださいね。はい、お願いします。お願いします。皆さん、門出大井川でたくさんお買い物をしてガラポンやってみてください。やってみてね。それでは次の曲に行きたいと思います。次の曲はチャカナの娘ちゃっきり節とラブロコモーション、2曲続けてお聴きください。それでは聞いてください。雨
Amen.
ョンとチャカノの娘ちゃっきり節いかがでしたか。いかがでした。ありがとうございます。もう11月は折り返し地点についてきましたね。なんかもうあっという間に1年がね終わりにかかってるよね。早い早い。なんかもうそろそろクリスマスとかもあるしめっちゃ楽しみだなって、うん、確かに思ってたらすぐにお正月が来るんだよ。そっか、そこ近いよね。なんかね、お正月はおせちもいっぱい食べれるし。そうだね、おせちもいっぱい食べれちゃう。幸せだよね。もう幸せだよね。なんかダモンデでは、農家レストランさんダモンデでは、クリスマスとかお正月にぴったりなお食事ができるので皆さんぜひぜひ足を運んでみてください。お願いします。お願いします。あと年末年始にぴったりな食材とかね、いろんな美味しい食べ物が門出オイガーでは購入できるのでぜひぜひいろいろ足を運んでみてくれたら嬉しいなって思います。行ってみてね。お願いします。そしてなんとなんとちょっと、うん、プチサプライズというかなんかわかんないんですけど、ちょっと皆さんお気づきでしょうかっていうことがあるんですけど、あやねちゃんね、あるんだよね、うん、なんか、うん、この今日新衣装を発表できたじゃないですか私たち、はい、で実は実は運営さんのツイッター、うん、チャカナの公式ツイッターの方に実はなんか新衣装をほのめかしてるようなツイートが実はあったんですよ。皆さんお気づきになってますか。お気づきですか。どうですか。私聞けないかな。わかんないかもしれない。なんかそうあるから、うん、ぜひぜひねチェックしてみたらこんなところにあったんだっていう発見になると思うのでね、うん、見てもらいたい。この後、うん、私たちのイベントが終わったらちょっとチェックしてみてください。お願いします。はい、そしてもうなんと最後の曲になっちゃいました。ありがとうございます。でも最後もしっかり盛り上がっていきましょう。イエーイ。ワンワン。それでは聴いてください。五穀豊穣。
とうございました。ここで大井川チャカナのライブいかがだったでしょうか。どうでしたか。金谷ときめきマルシェの農産物販売をお手伝いさせていただきます。そしてその後にはチャカナの CD とタオルをご購入の方にワンショット撮影とサインの特典会を行います。で、今日はですね、この衣装初めてお披露目ということもありまして、新衣装で初めての席替えを行いますので、そちらにもぜひお越しください。待ってます。そしてチャカナ12月もたくさんイベントございます。ツイッターやホームページを確認してぜひ足を運んでいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。